皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、商売の面白さというテーマでお届けいたします。皆さんはこんな経験したことないでしょうか？なんでこんなに汚い店が流行ってるんだろうかとかね、なんでこんなにまずい店が流行ってるんだろうかとか、なんでこんなに下手なのに人気があるんだろうかとか、まあいろいろとですね、世の中には不思議な現象があります。だけど今言ったことというのは全く不思議な現象ではないんですね。ここが実は商売の面白さなんですね。私は今からですね30年ほど前、ジャズギタリストを目指してですね、東京、いわゆる上京して、ジャズギタリストのですね、宮之上義明さんという方に師事していました。で、その時ね、ずっと思ってたことは、やはり、上手い人がですね、プロになって、トップミュージシャン、要は売れるんだろうなと思ってたわけなんですね。で、ところが、実際にはそうではないですよね。じゃあ、ものすごくテクニシャンでギターが弾ければ、売れるかといえばそういうわけではありません。もっとわかりやすい例で言うと、ボーカリストをじゃあ例にとりましょうか。ものすごく歌がじゃあ上手ければ、売れるでしょうか。そうじゃないですよね。当然そこには、何を歌うかっていうのも当然ありますし、本人のキャラクターもあります。当然ね、見た目もあるでしょう。なので、歌がうまければ売れる。それっていうのは大きな間違いですね。なので、これをですね、ちょっと水平的に移動して考えてみるとですね、わかると思うんですけども、例えばお医者さん。これもですね、なかなか不思議なものでして、ね、確かに命に関わるようなね、ものすごい大病をしてる方だったら、世で言う、その、名医ですよね。この病気なら、この先生に行けば、治る確率が非常に高いとかね、手術がものすごくうまいとか、まあそういうね、人のお医者さんに行かないといけないと思います。ところがですね、まあ例えば高血圧だったりとか、まあその他いろんな持病って言われるものってよくありますよね、持病。まあそんなに命には関わりがないんだけども、なんか医者に定期的に通わないといけないっていうね、そういう人たちなんですけども、まあそういう方はですね、そんなにいわゆる名医とか手術がめちゃくちゃうまいとか、そういうことではないんですよね、先生を選ぶのは。どちらかっていうと、歩いて近所ですぐ行けるような店なんですよね。こう、定期的に簡単に通える場所にあるっていうことがまず第一点。それで、あとはですね、先生はやっぱよく話を聞いてくれる先生が好きですよね。優しくてね。ということなんですよ。だから、病気を治す、治さないとかっていうのは、まあ、とりあえずこっちに置いといたとしましょう。まあ、薬を要は出してもらって、それで、話をですね、要は先生の、まあ、話はよく聞いてくれて優しくて、あとはあれですよね、お医者さんに行ったら、まあ、知り合いに会えれば、もっといいなという。まあ、結構ね、高齢者の方は、やはりね、病院なんか言うと待合室でですね、なんか時々会うんでしょうね。そうすると仲よくこうお話をしている人なんかも結構見受けられます。昔はね、本当によく見ましたね、そういう人をね。なのでですね、冒頭に言いましたけど、まずくても繁盛するっていうのはどういうことなんだっていう。けど、それはあるわけなんですよね。お客さんが、これでいいよって言えば、それで OK なわけです。そもそもね、美味しいとかまずいっていうのはかなり主観的なですね、判断ですので、絶対的じゃないわけですよ。数値で測れるわけでもありません。なので、まずくても当然繁盛してる店はあるし、美味しくても繁盛してない店はいっぱいあるわけです。どちらかというと美味しいんだけど繁盛してない店の方が多いんじゃないかなと思います。じゃあどうしたらいいかっていうのはですね、今日はお伝えはしませんが、私ね、最近のセミナーっていうか、まあ何年も前からなんですけども、
実はこのことをテーマにして話すことが非常に多いんですね。うん、このこと。なぜまずくても繁盛している店があるのか。逆に言うと、なぜ美味しいのに繁盛しないんだっていうことにもなるんですけども、なぜ汚くても繁盛するの？なぜ愛想が悪くても繁盛するの？なぜ立地が悪くても繁盛するの？っていうね。まあ、このことについて、いろいろとですね、セミナーで、まあ、こう分析してですね、実はこうなってるんだよと。そして、商売うまくいくには、これとこれとこれをこうやってやると、いいんですよと。だから、まずくても繁盛する店ができますよ、みたいな話を当然ね、させてもらうわけなんですね。ということで、すいません。今日はなんか、自力でトンボっていうか、欲求不満になっちゃいましたね。答えがないので、欲求不満の状態かもしれないですけども、商売っていうのは、だから面白いっていうね、話を今日はさせていただきました。まあ、そんな感じで商売に取り組んでいただけるとですね、なんだろうな、もう少し楽しんでね、いろいろできるんではないかなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。